ジエタノールアミンは、しばしば略語、DEA で表される、有機化合物である。二級アミンとジオールの化合物で、ジオールは、分子内に二つのヒドロキシ元を持つ、化合物である。他のアミン同様、ジエタノールアミンは、弱塩基性を示す。別名として、ビスアミン、ジエチロールアミン、ヒドロキシジエチルアミン、ジオールアミン、2、2、意味のジエタノールと呼ばれる。 DEA や、その誘導体は化粧品やシャンプーの一般的な成分として、クリーム状の食感や泡立ちを良くする機能に用いられる。DEA 誘導体には、ラウリルアミドジエタノールアミン、ヤシアブラジエタノールアミドなどがある。水溶性が高いため、反応後に水栓で除去可能である。モノエタノールアミンは酸化エチレンとアンモニア水溶液とから製造され、 反応条件によりジエタノールアミンやトリエタノールアミンをも生成する。これらの生成物の比率は原料の化学量論の量を制御することで変化させる。モルホリンは硫酸を用いて DEA を脱水して製造される。DEA 及びその誘導体はガンのリスクを増大させる懸念が持たれている。DEA の網の元が 化粧品の製造過程で、ニトロソアミン類に一部変化するというもので、ニトロソアミン類は、高い発言性で知られている。しかし、マウスでの実験で発言性が認められているがこれは、コリン欠乏によって引き起こされる結果であり、このようなコリン欠乏や、それに伴う発達障害は、人では起こらないと考えられているため、一般に安全だとみなされている。 DEA は吸湿性を持つので、使用目的によっては常時でシケーターに保管すべきで、ある。A.B. クラウス・バイサーメル、ハンス、ユルゲン・アープ、シャーレット、アール・リンドレイ、スティーブン・ホーキンス、チャップ、7、オクセデーション・プロダクツ・オブ・エチレン。インダストリアル・オーガニック・ケミストリー、ワイリー・ V.C.H。ピアニッシモ、159から161。 ISBN 35億2730万5785ハットプリベントキャンサーウェブサイトエントリーオン DEA ハットレビューオブザカーシノジェニックアクティビティオブジエチノルアミンアンドエビデンスオブコリンディフィシャンシーアズエープロザブルモードオブアクションありがとうございます